はい、関口洋次郎さんの賞はサイズが23センチです。お願いします。はい、これも墨が出てなければハイセンスな鯉だと思います。先ほどの鯉も 3段の鯉でまだ墨が出てないので少し見栄えが落ちるんですが、決してこの鯉って日がその段模様とかしっかりしてるとは限りません。単純な稲妻の模様なんですけども、顔に墨が出て両方にバランスで出て尾っぽの方にも墨がもうまとまってきております。これで昭和と成立しちゃいますよね。で、まあ、この鯉は今回選んだ理由は紅、白地、墨ともに一級品をつけてたためこの模様ですが、今回これは残しました。やはり質がいい鯉っていうのは見ててもいいですね。墨が出てなかったら非常に目に留まらない鯉だと思うんですけども、いい墨がついているという雰囲気がいいので目に留まります。墨もさらに今後良くなってくるんじゃないでしょうか。なかなか元気がよく泳いでおりますね。はい、じゃあ掴みます。はい、この肩口のベリー最高ですね。墨もいいです。大きい墨ついてます。ほっぺたも綺麗ですね。大きい墨ついてます。はい、お腹ですね。なのでもっとこれで黒黒してしまえばもう完成形になってしまいますので、本当に分からないもんです。頭の方もこう面割りしてつながりそうな感じします、ね、そうですね。これ墨が出てないと軽いイメージがあるんですけど、墨がこれでグッと頭の方まとまりますと、これでも別に軽いイメージは全くなくなってくるので、むしろ鼻先が白く見えて逆に綺麗に見える場合もあります。はい、いかがでしょうか。こちら関口洋次郎さんの昭和で23センチになります。ぜひよろしくお願いします。